はいどうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いや、ということですね。さあやってまいりました。今回ですね。Stones から r o ーということで、こちらの YouTube バージョンなんですけれども、見ていきますが、収録ボタンをフォローしてよろしくお願いします,す、ね。今回こちらのダンスの振り付けを、ガンミがやってらっしゃるというところでございまして、ソータくんのインスタ見たら、振り付けみたいになってて、えぇーみたいな。ソータくんと何回かもコラボさせていただいておりまして、お友達でございます。実はしかも、 そうたくんとミュージックビデオもですね、一緒に作るというところがありまして、12月の20日に公開になるんですけども、えー、みたいな、この前撮影で一緒になってたのにみたいな、このサプライズ、楽しみでございます。ストーンズ、これちょっとやばいことになるんじゃないかな。あの、ガンミさんはちなみにですね、BTS だったりとか、えー、TXT だったりとか、K-POP の振り付けもされてるチームの方たちなので、世界大会で1位になってる方ちでございますので、ね、期待してみていきましょう。レッツラー、ゴーズ 何か分かんないけどストレッチしちゃう出方がもういいじゃないですか位置ついておっあはぁあああ すごいメロディーやな。ん慎太郎君。んおーいやーかっこいい。おおー、兵庫くおお うー、ん、ジェシーなんか追われてる感じ二面性ですね。

なるほど。役者が揃ってますね。これは。なるほど。その6人はヒーローかヴィランかという風うに書いてありますね。なるほど。ああそういうことですね。スパー、スパーイダーマンノーウェイホーム日本語吹き替え版の主題歌。なるほど、なるほど。ヒーローものというところもあるので、 こういう感じなんですね。高評価多いと。ちょっともう一回見ます。この位置につく感じとかね、いいっすね。うーん、悪いですね、皆さん。こういう、あの、オープンカー、もう、天井丸出し、剥き出しの状態で車に乗るっていう。この、京本くん、絶対、悪い、なんでしょう。あの、頭脳派、やばい人、みたいな感じありますね、ちょっとね。 君が運転してるのねいやハンドルを握るこの黒のグローブというか手袋というかはあだん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 だがだんだんあーやばうんやばうん さすすがでね、このラップの重たさというかキメのちょっと荒く歌う感じというか皆さんのコメントちなみにどんな感じですかストーンズ、ガンミ、ソニーがこんなにすごいことになるとはというふうに書いてあるおあおなるほどねもうガンミのファンの方たちもコメントされていらっしゃる今回の振り付けやけにめちゃくちゃセンスいいなと思ったのはガンミでしたか ちょっとインタビューしてみたいですね。これは颯太くんに。はあ、韓国語のコメントもありますね。ああ、みんなが優勝。 ああ、ストーンズかける、黒かける、オープンカー。やっぱ、オープンカーのね、これは、インパクトがやばいですよね。や FNS のやつ、まだ見れてないわ、私。振付師さんたちにもっていう風になんか書いてあるけど、どういうことだろう。颯太君たちのコメントがあるんかな。いやー、ちょっともう一個 いきますね,ますねここでもう一回その地面に手をついてブーンとひっくり返る慎太郎くんですよ身体能力あー すごいな。ああ。振り付けかっこよっ。うわあ、このちょっと笑いながら車に乗ってる。やばい感じが。 じののこの感じスタイリストさんもあのあのご一緒させていただいたことがある方でございまして今回も多分そうなんじゃないかなこの感じを見るとっていうふうに思ったりとかスタイリストさんも振付師さんもっていうふうになってくるともうなんかわかるんですよ。あの実際にご一緒して 現場ご一緒してお仕事も一瞬してるからこそその方たちのすごさがよくわかるのでそういう人たちがストーンズのこの何ですかビジュアルだったりとか振り付け回りっていうのを作ってるっていうふうに改めて考えるといやすごいなっていうふうに思いますね。そりゃすごいよねってなるというか映像が綺麗すぎる。 そうかみんなこう歩いてて私服で街を歩いてて自分の中のそのヴィランが出てきてしまうっていうのを抑えながら日常生活に溶け込んでるというそれに逃げるかのようにでそれを追いかけるかのようにヴィランというその邪悪な部分の自分たちが迫ってくるわけですね。 すごい曲。この感想部分すごいですね、これ。うこういやもうこのね、新太郎君とジュリ君のね、車の乗り方がね、治安が悪いのよ。<laughs> すごく。<laughs> <laughs> う京都君のスッってやりながらこのメガネが光る感じ。北斗君はちょっともう狂気に満ちてますね。ジェシー君のボス感は相変わらず。 すごいことになってません？え？うわーああ。お。 このちょっと最後に笑ってる北斗くんやばないですかくこれはちょっと、そうたくんに話を聞きに行きたい。そうたくんに話を聞きに行けるかどうか聞いてみます。今回のこの振り付け、やばいんですけど、どうしたんですかこれどうやって作ったんですかみたいなね、お話聞いてみたいところですね。 ですね、現場からは以上でございます。ダンスプラクティスとか出るから、ありがとうございました。よいしょ、い。